こんにちは、カフェテマンゴの石橋です。どうしたんですか？お水ですね、うん、あ、お水ですね、はい、汲んできたんですか？それもまた筒うらうら、はい、その格好ってことはそうですよね、はい、新潟の、はい、津南の、はあ、わざわざ新潟まで、はい、新潟県中魚沼郡津南町、おー、フランス、はい、フランスです。なるほどね、はい、お水を汲んできたと、はい、そして山の格好をしていると、はい、ということは、はい、水プレスそうなんですか、ということは水プレスの、はい、あ、なるほど、またお水でコーヒーを入れたいのですが、はい、お水それぞれ用意したということは、はい、違いがあるはずですね。あ、そうですね、はい、はい、汲んだ水が違ったら味が変わるんかっていう、はい、はい、なんですが、硬度の違うお水を集めてみました、はい、前回は、南アルプスの天然水を使って、まあ、硬度30ぐらいだったんですが、はい、今回は硬度17、前回より柔らかいお水で、エビアンが硬度304、はい、ちょっと硬いですね。で、コントレックスなんと1475、おお、だいぶこう差のあるお水3つ用意してみました、はい、これでお水でコーヒーを入れたらどんな味になるかっていうのも、はい、まあ、沸かさないので味がダイレクトに分かるんじゃないかということで、ちょっと実験してみたいと思います。はい、はい、こんな感じでエアロプレス3つ用意しました、はい、で、使う豆は前回と同様、ニカラグアのカサブランカ農園ナチュラル 15g を使って、一番細かいナイスカット G でメッシュ1で、お水 150cc ずつそれぞれ入れて5分間つけて待って、それぞれプレスをしていって味を見ていきたいと思います。はい、はい、めっちゃ細かく引いてくよ。5分後、コーヒーが入りました。見た目はそんなに変わらないです、はい、なので味がどうなっているか、ちょっと早速飲んでいきたいと思います。はい、まずはじゃあ硬度17の新潟のお水から、はい、うん、ちゃんとあのカサブランカのちょっと発酵したドライフルーツの味がきちんと出てます。結構しっかり出てますよね。そうですね、うん、味はね、うん、じゃあエビアン、はい、硬度が304です。はい、後味が渋い、うん、うん、なんかすごいジョワってなった最後ジョワってなりますねなんかこっちに比べると最初の入ってきた感じはぼやっとしてて、うん、柔らかいかなと思ったんですけど、アフターがすごいザラってしてる、はい、そうっすね、うん、ちょっと水っぽい感じと合わさって、うん、ちょっとなんかこうウリっぽい、うん、でその後ひたすらに渋い渋い渋さがね、はい、後味にすごいきてます。これもう次ちょっと飲むのが怖いですね、コントレックス、はい、はい、お願いします。すごい、なんかなんだろう、舌がキューってなる感じ。あ、なんだろうね、この味、なんでしょう。すごい、うん、フレーバーがちょっとよくわからない、これだともう何味かわからないですね、うん、後味も非常に悪い、うん、なんかザラザラした感じがしますね、うん、で、
異常に苦い、うん、苦いの、うん、確かにいますね。苦いのがいる。うん、となると一番これが綺麗。そうですね、うん、けどうちの2つに関してはちょっとね、コーヒーの味が、ね、はい、これあの山で飲んだらうえってなりますなりますね。うめえってならないですね、はい、これもねフレンチアルプスとは書いてますが、山のお水がすべて美味しいというわけでもなさそうです。そうですね、はい、まあ、あの幸いなことに日本国内に限っては そうですね、そこまで高度は高くないので、はい、日本のお水だったらそうです ね、 ね、まあ、でもなんか高度とかって書いてないですか。あ、湧き水って、はい、湧き水書いてない、書いてない、そんなトレーサビリティは持って帰れるようなやつとかは書いてある。あ、書いてない、書いてあるかもしれないですけど、それって結構観光地とかじゃないですか。あ、そうか、うん、なるほどね。なのでまあ高度が高いお水でコーヒーを入れると味は出ませんし、ざらつきはありますし。水プレスね、はい、はい、ということはあれですよね、あの水出しコーヒーも高度が高いの良くないってことですね。良くないんじゃないですかね。そういうことですね、はい、きっとだと思います、はい。なので、美味しい水でコーヒーは入れましょう。いや、全部美味しい水だけあの、適した、コーヒーの抽出に適した高度のお水で入れましょう、はい、という実験ですかね、はい、まあ、なかなか面白かったと思います、はい、はい、ということで、お水の実験でした。はい、ちょっとこれは普通に飲みたいと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。